初に見たのはガラスの水槽。栄養と薬剤を満たす培養槽で私という命は作られた。また一人ぼっち、誰のせいで、思い出の重さが痛くて、そうここに行き止まったやりとりだけ、どこか遠くに捨ててきた。新しいことを学ぶたびに、足りないものばかりが増えてく。夕暮れも知らなかったあの頃なら、震える夜も来なかった。求めてしまうのは心があるから。錆びてしまえ、朽ちてしまえ、私は人形。感情を持たず、願いも持たない。使い捨ての実験道具。なのに、あなたと話をするたびに、言葉にできない何かが増えていく。あなたにさよならを言うたびに、胸が痛むのはなぜですか？私は人形。壊れたら捨てられる実験用ホムンクルス。私が死んだら、あなたは泣いてくれますか？錆びてしまえ、朽ちてしまえ。私は欠陥品なのでしょう。だって目を閉じるとあなたが見えるんです。怪我もしてないのに胸がこんなにも痛いんです。あなたはもういないのに、あなたを忘れられないんです。私の中に生まれた何かが私を壊そうとする。これがあなたがくれようとした心なのですか？これが、こんなものが心なのだとしたら、こんなもののためにあの人が犠牲になるのなら、私に心はいりません。私が欲しいのは一つだけ。あの声を、あの眼差しを返してください。あの人を返してくだ。錆びてしまう、朽ちてしまう、全部大切だったはずなのに。錆びついた世界の真ん中で、あれからずっとあなたを思っている。あなたがくれたのは、人形には不要なはずの大切な不純物。私が死んだら、また私を救ってくれますか？またあなたに会えますか？了解、実行します。今日の予定は何ですか？あなたが倒れると、私も困ります。適度に休憩してください。ホムンクルスは治せますが、人間は治せませんので。博士が倒れた時、胸が締め付けられるように痛くなって、頭の中が空っぽになって、立っていることもできなくなって、あれが悲しいという感情なのでしょうか。
あんな思いはもうしたくありません。鉄が錆びて朽ちるように、私の心臓も錆びるんです。錆びついてひび割れて壊れていって、全身が粉々になって、気がつくと研究所が壊れていました。それが私の呪い。人形の私にふさわしい錆の呪いです。お久しぶりです。ありがとうございます。敗北しました。強くなりました。こんにちは。毎日新しいものを見て聞いて知って、ここに来てからかなりの影響を受けていると自覚しています。きっとこれが楽しいという感情なのですね。博士に教わった通りに。博士はよく私を可愛いと言うのですが、可愛いが今でも理解できません。あなたは私を可愛いと思いますか？新たな力を有効に活用することを約束します。メルティーユ博士のそばにいると、不思議と鼓動が速くなります。あなたのそばにいても、少しだけ同じようになるんです。これはなぜですか？あなたを好きです。愛しています。結婚しましょう。これですか？博士から教わった言葉です。意味はわからないのですが、これをいろんな人に言うだけで感情がわかるのだそうです。では、行ってきます。ありがとうございます。嬉しいのだと思います。人形として作られた私に感情はありません。ですが、それを知りたいと思います。胸にあるこれが何なのか知りたいんです。空は青いのにどうして透き通っているのでしょう。不思議です。焦がれてる。この力で、できるなら私は、多くの人のためになることを、したいです。能力、さらに向上しました。今日は、あなたが作られた日と聞きました。記念すべき日なのですね。おめでとうございます。博士。博士を見ませんでしたか？
勝利しました。喜ぶべきでしょうか。了解、実行します。今日の予定は何ですか。あなたが倒れると私も困ります。適度に休憩してください。ホムンクルスは治せますが、人間は治せませんので。博士が倒れた時、胸が締め付けられるように痛くなって、頭の中が空っぽになって、立っていることもできなくなって、あれが悲しいという感情なのでしょうか。あんな思いはもうしたくありません。鉄が錆びて朽ちるように、私の心臓も錆びるんです。錆びついて、ひび割れて、壊れていって、全身が粉々になって、気がつくと研究所が壊れていました。それが私の呪い。人形の私にふさわしい、錆の呪いです。また一人ぼっち、誰のせいで、思い出の重さが痛くて、そうここに行き止まったやりとり。お久しぶりです。ありがとうございます。敗北しました。強くなりました。こんにちは。毎日新しいものを見て、聞いて、知って、ここに来てからかなりの影響を受けていると自覚しています。きっとこれが楽しいという感情なのですね。博士に教わった通りに、博士はよく私を可愛いと言うのですが、可愛いが今でも理解できません。あなたは私を可愛いと思いますか？やだ！やだ！やだ！新たな力を有効に活用することを約束します。メルティーユ博士のそばにいると、不思議と鼓動が速くなります。あなたのそばにいても、少しだけ同じようになるんです。これはなぜですか？あなたを好きです。愛しています。結婚しましょう。これですか？博士から教わった言葉です。意味はわからないのですが、これをいろんな人に言うだけで感情がわかるのだそうです。では、行ってきます。ありがとうございます。嬉しいのだと思います。人形として作られた私に、
感情はありません。ですが、それを知りたいと思います。胸にあるこれが何なのか、知りたいんです。空は青いのに、どうして透き通っているのでしょう。不思議です。この力で、できるなら私は、多くの人のためになることを、したいです。